どうも、翔平です。ちょっと久しぶりになっちゃいましたけれども、アランウェイクの続きね、やっていきたいと思います。今回はね、ちょっと、日本語のね、本体の設定を日本語にすると、字幕と吹き替えがね、日本語になって、プレイができるということなんで、今回と次のパートはね、とりあえず日本語で遊んでみようかなという感じでございます。ちょっと声に違和感があったりす、まあ、結構ね、いい声優さん使われてるっていうことなんで、ちょっと楽しみなんです。それも楽しみなんですけどね。ちょっとやっていきたいと思います。で、バリーの声ですね。あ、そうそう、アレルギーなんですもんね。ラバーズ峠に、アリスの誘拐犯と戦いに行く感じなのかな？これは何これ？ラクロスかなんかのやつ？キャビンも、あ、コーヒーポット。コーヒーポット。よし。あと他には、これなんだこれ。バッテリー。あ、バッテリー重要だよね。っていうか、やばいな。操作がちょっと忘れ始めてる。まさかの。とりあえず行きます。よし。居心地抜群だ、だって。ごめん。上がりすぎ消しちゃった。化け物に食われなきゃいけないとか言ってますね。よし。なかなかいい雰囲気ですこと。主人公の声がまだ聞けてないけど、低めでいい声の感じだといいんですけどね。あ、カラス。もう、行っちゃっていいの？鍵閉めなくていいのかな？まあいいけど。なんか怖がってるからね。やっぱ鍵かけるぞって言ってますね。ちょっとまあ、ひどいけどね。もう、お前一人で行ってこいっていう。あ、銃出した。その小物が怖いですね、結構。あ、原稿。原稿を拾う。バック。バリーウェイク。バリーはアリスと馬が合わなかったが、アランが彼女を溺愛していることは十分あ、承知バしリーていた。はアリスのことそのアリスの身に何あんかまがり起き好きじゃた。なかったのね。アランは銃を手に、物騒あ、なことそうをだよ口走ね。る。馬が合わなかったって。アリスもそんなこと言ってましたもんね。現実と虚構の区別がつかなくなっなてるしほまっど。たちょっかとらコだ。ーヒー入れます。すいません。バリーの心配もたまらなかった。こんな実況中にのびのびコーヒー飲んだりしてる人、嫌ですよね。バリーは心配たまらなかった。なるほどね。ホラーエーナを見すぎで。これも楽ちんでいいですね、でもね。よいしょ。さて。よし。ちゅうことで、ここには特に何もない。で、あ、車乗れんの？バリーのレンタカーもあっあ、たが、ビジターなセンるほターはど。そう遠くない。どの道車で森を抜けるのは不可能だビった。ジターセンターってところ、ラバーズ峠に行くんじゃないの？ビジターセンターってどこ？ラバーズ峠のビジターセンターってとこに行くんでしたっけ？確かに警おう。察に話すべきだったし、無謀と言われても仕方なかったが、バリーバのリーの態態度度もかなかりなりす精ねか悍れだ。た？犯人は大胆にも保安官事務そ所うにだよ身をね。置き保脅安迫官し事て務き所にいたるが、もんね。アリスをさらったのはそういう連中だっおう。た。保安官事務所にいるのは分かってて、わざわざ伝えてくるんですもんね。誘拐してったかねって言って。バリーの態度が腹が立つってどういうことでしょうね。それでちょっとやばいな。操作がね、ちょっと、お、ジャンプできる。なかなかいい雰囲気ですこと。まあ、モンスター、変な光、闇の住人。大丈夫？なんか今、声が聞こえたような気がするんだけど。ビジターセンターまで向こうです。エルダーウッドナショナルパーク。ナショナルパークってめっちゃでかいんですよ、アメリカの。ほんともう。マジでね、東京都がもう丸ごと入っちゃうような、うわー、ビビらせんなよ、お前。ナショナルパーク、東京都が2つ3つ入っちゃうような、でかいやつがゴロゴロありますね、アメリカには。結構怖いぞ。こういうとこ見てった方がいいのかな？これは何だろう？これ魚釣っとるやつかな？なんかラクロスみたいなのに見えるけど。明かりをつける。
テージがみんな、あっ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 、ちょっと待って、今いたよね、今なんか通り過ぎてったよ、誰か通り過ぎてったよ。ちょっとビビらせないでちょうだいよ。リボルバーの弾薬を取る。オッケー、オンにする。お待たせしました、うん、皆さん、約束。この声の人知ってるな、誰だっけ。ネルソン先生っていうのは誰でしたっけ。あ、病院のあれか、お医者さんか。計画的な人間に見えますか。計画的な人間に見えますか。いいな、楽ちんで訳さなくていいから。いや、実際特に予定はないです、うん、のんびり楽しめればいいと思ってね。なるほどね。年ですし、はあ、確かに我々の出る幕じゃありません。我々の出る幕じゃありませんの。そうそう、鹿がね、有名ななんか町みたいな感じみたいですけど、自分の方置いてあったりする、まさか。それじゃないか。まあいいや、とりあえず、どれぐらい重要なのかは分からないけれども、ラジオはパスして、さっき向こう通り過ぎてったよね、闇の住人。あれも演出なのかな、ただの。ちょっとウォーミングアップしないとね、やばい、多分。絶対操作忘れてます。ちょっとね、操作を、明るさはマックスにしてるんだよね。コントローラー設定、運転時の操作、歩行時の操作、武器を発射投げる、武器をリロード、ライトのバッテリー交換使う、ジャンプ、視点移動、走る、避けるは LB ね。 OKOK、 LB ね。それだけ確認しとこう。ダメなプレイヤーだな、おい。なんつか、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 何が起こってるの。上からなんか降ってくるとか、そういう感じ。あ、なんかいきなり近づいた途端にそういうなんか演出やめてよ、やめてよね。なんか書いてあるよ、ドロップハザードだって。なるほど、いい場所じゃないですかね。ちょっと薄気味悪くはなってますけど、私こういうとこ嫌いじゃないですね。よくキャンプもしたんで、まあこんな感じですよね。うん、なんか家がいっぱいありますな。これ一個一個チェックしなきゃいけないの。ちょっとすっごい怖いんだけど大丈夫ですかね。エルダウトナショナルパーク、トレイルか。ムーンシャインゲイブ、ゲイブか。なるほどね。ムーンシャインっていうのは密造酒のことなんですけどね。ラバーズピークっていうのはね。ちょっとなんかそのさ、怖いよ。やめてよ、ちょっと。このカートがあるってことは誰かいるの？ナショナルフラグがある。ちょっと失礼します。え？なんか、壊されてない？なんか、いろいろ。え？なんか今動かなかった？今の中で。ケルだって。待て、ちょっとカラスが屋根を突き破ってどっか行っちゃったよ。突き通ってちょっと怖いんだけど。およ、これは何これ、血かな、血だよね多分ね。血にしてなんかワインかな、ワインの可能性もありますね。ここになんか赤ワインっぽいの置いてありますね。使うテレビ、とりあえず開ける、何もない。またなんか同じ番組じゃない、さっき見たのと。うん、ナイトスプリングズではって、なんか前もそんな名前だったよね。怖いよ、これ。こういうね、今回のお話は鏡の中の男だって。やめてーって感じですね。ちょ、何がなんかうわうわ言ってんの。うわ、カラス？あー、いるいる、めっちゃカラスいいんだけど。え、なになに、君が殺したのかとか言ってたんだけど、どれぐらいテレビの重要なのかよくわからない。マジか、お前ら来るのか俺に。闇、あ、消えた。いやー、出てきそう、これは出てきそうだよ。フォーンだって。
あ、そうだ、緊急用の電話とかありますよね。ところどころでね、なんか息遣いみたいなのがたまに聞こえるんですよね。これは何？ Do not feed wildlife。 なるほどね。あの、100ドルのペナルティだそうです。罰金いただきますよって。なんか光ってる。これはダイブ？ダイブ、安全を確認して原稿を拾う。バック。ローズとラスティ。ラスティの気持ちには当然気づいていたし、ローズも彼が好きだった。ラスティっていうのはさっきなんか、これまでに知り合った誰よりも優しく、とても大事にしてくれる、うん、だがラスティは彼女が夢見る王子様ではない。そのことで彼女はしばしば辛い現実を思い知らされていた。王子様ではなく、ハリウッドの魔法とは無縁なのだという。どういうこと？そんなん誰でも思うことでしょうね。ローズっていうのは誰でしたっけ？わかんないけど、ラスティっていうのは確かマックスに餌を与えてた保安官の人で、保安官だが、あ、ナショナルパークの人だったような気がする。あのマックスってワンちゃんをね、なんか面倒見てた。でローズっていうのは彼女のことなのかな。ハリウッドとの、そんなこと誰も思わないよね。でもね、まあいいや、よくわかんないので先に、この翻訳もなんかたまに間違ってるというね、ことを、まあ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 、間違ってると言ってもちょっと、はしょってる部分があるみたいで、どうなんだろう。よし。なかなかいい雰囲気ですね。日本語でもいいかな。私、楽ちんです。や、サクサク進められますね。原稿を拾う。何枚出てきてもすぐ終わっちゃうね。品種のラスティ。ビジターセンター内の空気は重く、ひどい悪臭が漂ってきた。あ、ビジターセンターは、不自然な角度に咳込みながら血を吐き続けたって。マックスが鼻を鳴らして。なるほど。マックスってのは犬だよね。目をギラつかせ、ラスティは息も絶え絶えに。発熱と恐怖。ウェイクさん、あの原稿に書かれていた通りのことが本当に起きたんです。だってウェイクさん、あの原稿に書かれていた通りの本当に起きたんですっていうのは、ラスティには言ってないもんね、原稿のことも。だからこれ別の世界のことっていうか、なんかその夢の中のことなんでしょうね、またね。ひどい悪臭、咳込みながら血を吐き続けてるのすごいね。不自然な足もなんかゾンビ的な感じ。さあ出てくるんじゃない、そろそろ。そろそろ出てくるんじゃないの。避けるボタンの練習をしておかないとまずい。フォーレンロックゾーン、岩落ちてきますよって感じ。あ、あ、コントローラー揺れてる。なに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 、この、あー、なんか闇の幻影はひどく答えた。気のせいではない。なに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 、ラスティさん、今行く、ラスティ、ジャンプ、ジャンプ。なんか車が闇の力に食われちゃった感じ。またラスティもさ、やられんじゃないの？ラスティンが攻撃してるんじゃないの？なんかそんな気がするんだけど、大丈夫？どうした？後ろか？後ろ、よーし。カフェ、スーベニアショップ、ビジターセンターと。ここがビジターセンター。車でどっか行っちゃったよね、でもね。で、これがラスティの車？あ、ラスティ生きてるみたいだよ。ラスティさん、どこ？ちょっと、なんかいろいろ、何かいろいろ起こったみたいで。誰かって言って、ちょっと怖いんだけど、それ、ビリビリ。ビジターセンターに何が起きたんだよ。どっから声が聞こえてくるのかよくわかんないわ。ああ、ここか、ビジターセンター。助けてくださいだって。うわ、どうした？ダイブか？ウェイクさん、ああ、いいね、なんかホラー映画っぽくて。なんてことだ。あの、うん、原稿に書かれた通りのことが本当に起きたんです。あ、そうなの？知ってたんだ。事務所に、事務所に明かりを。ここに鍵が。あれ？わかったらしい。あ、待ってろ。すぐ。カクってなった今。大丈夫。こと切れたんじゃないの？仕業であれ、まだ近くに潜んでいた。リボルバーを取る。ラスティが見つけた原稿。あらららら、ら、足曲がってますよ、ちょっと。大丈夫？しかもすごい血なんだけど。ちょっと大丈夫ですか？ちょっと
マックス、かわいそうに。マックス、かわいそうに。ここ、こないだ来たとこね。そうだね、緊急エイドパックあるんじゃないの、ここに。そういうの、そういうの聞かないって感じ。ちょっとさ、まず、人を追っかけるよりもさ、ねえ、治療が先なんじゃないの。治療が先なんじゃないんですかね。ビジターセンターに何が起きたんだよ、これ。なんか、ハリケーンでも来た直後の状態だけど。ブレーカーを戻し、電気をつける必要があった。なるほど。ブレーカーを戻し、あ、電話で呼んだりするため。ブレーカーってのはどこにあるの。ここが。鍵を開ける。さて、失礼しまーす。失礼しまーす。原稿がめっちゃピカピカ光ってんだけどまずちょっと待って、安全の確保が先だ。原稿がある場所は安全なのかな。こういう帽子くれない、ダメ。お、開ける。これはリボルバーの弾薬ね、バッテリーね。はい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 。怖いぞ。これが、あらー、手遅れだった。ブレーカーは破壊されていた。それ手遅れだな。これでは電気をつけようがない。ブレーカーは壊されていた。あーあああああ、ラスティの元に戻る。ラスティー、まず原稿だ。安心して原稿を読もう。危機一髪というところで攻撃を回し身を伏せた。斧が木の幹を裂く。そのまま俺は眩しい光の中に、肺が破裂しそうだった。肺が破裂しそうだった。もう一歩も動けない。とどめの一撃を覚悟したが、その瞬間は訪れなかった。顔を上げると闇は静まり返った。光の中で俺は束の間の安全を噛み締めた。これはさあ、やっと戦闘か、やっと戦闘か。あんまりおじさんをビビらせないでください。ちょっとコーヒーポットとかなかったよ別に。あー、なんか随分変わっちゃったよ雰囲気が。まだなんか闇のあれが、闇の世界になっちゃったよ。オイルのシミ、これオイル液化した闇のように。何これ、あれ、なんか消えたよ。これ一個ずつやっていけばいいの。これやっといた方がいいのかな、わかんないけど。ラスティさんはとりあえず、とりあえずやっといた方がいいっぽい。なんか後で襲いかかってきて嫌だしね。ターミネーター2の液体金属みたいに。もうないみたいだね。よし、とりあえず行きますか。来いや。誰かしらこの人は。誰あなた。ちょっと待って待って待てよ。ちょっと待てよお前ら。いきなりセットやめろよ。ちょっとこれら逃げる。後ろにね、2マンセルってか絶対3マンセル以上だと思うんですよ。いったん、もうちょっとちょっと落ち着いた。そんなナレーションいらない。ちょっと走れない。ちょっと死ぬ死ぬちょっと待って待って待って、走んだどうすんだっけ。だってさ、どうすりゃいいのこれ。よしよって、時間空けすぎたね。もうほら、もう怒ったぞ。周囲に飛び散った。俺は怒ったぞ。液化した闇のように見える。何回死んでもやってやる。行って。何なんか食らったんだけど。光がないもんね、まず。ほら、こいや。ライトンプを持ってるか。ちょっと待って待って待って、ちょっとなんかいろいろできてないぞ。いろいろできてない。ちょっと待ってね。よいしょ。こっちのコントローラーの効きが悪いんで、ちょっと変えますね。よいしょ。さっきそれでか、なんかやけに時間かかったの、多分。すいません。危ない。あー、できる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 。ほら。なんだよ、めっちゃ簡単だったわ。このね、
LT の機器がちょっと古いコントローラー使ってたら機器が悪いんですよ、これこれができなくて申し訳ない、言い訳をしておくほら、これいいや、まだ来んだろ、ちょっとリロードしとく、よし、闇の住人は2人倒したよ、ラスティー、なんだこれ、巨大な穴が開いていた、なんだこれ、巨大な穴が開いていた、何が起きたというんだ一体、どうした、餌を与えないでって言われたんだけど、でラスティ、釣りをする場合は購入してください、面白いじゃないの、こっち行けって、ラスティー、今行くぞ、闇の住人になっちまったって話、とりあえずリボルバーの弾薬来た来た、こういうシーンはちょっと映画の方が、おラスティー寄せ、ちょっと早い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 、ちょっと絶対ね、まだ出てくると思うんだ、多分私の予想では、闇の住人バッテリーセット、ちょっとね、まず闇を取っ払わないとダメって話だと思うから、どこ行っちゃった、いた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 、こいやこいや、闇、光さえ当ててれば多分大丈夫だと思う、動き早いな、おい、ちょっとまずい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 、オッケー、おらおら、ちょっとあんた何発、ちょほらほらほら、ちょっとタフすぎやしないか、あんたバッテリーをセットする、中身はブラックコーヒー、私ブラックコーヒー大好きです、どうでもいい情報ですちょっともう出てこないで、もうちょっともうこれ二人いっぺんにいけんじゃない、ほらおい、なんか鎌持ってる、バッテリー切れだって激しい、あ、もう闇取っ払ったんだっけ、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、バッテリー切れだって、ちょっと戦闘が続いてちょっと怖いね、よし、所持品がいっぱいです、だってバッテリーすごいね、ここ弾薬箱って感じ、ちょっと弾薬は OK だけど、ショットガンとか武器なくなっちゃいましたよね、そういえば、よし、オッケーオッケーオッケー、バッテリーがないってことは多分中にしまうのかな、あ、中にしまえるんじゃない、中にはあんのかな、もしかしてこういうとこに、よく見ておけって話なんじゃないの、多分一通りあたりを、ね、探しましたけど、バッテリーはないので先に進みたいと思います、なんか光がいいですね、光が安心できますね、よし、でもこれ以上出てこられると困っちゃうんだけど、俺こういう時は後ろを確認しろ、違ったようだ、よし、ムーン、なんかあそこ光ってるよね、ピカピカ、バッテリーが欲しいんだ、音が変わったよ、ビジターセンターから裏側に行って、これラバーズピークに行かないといけないんでしょ、お、いい感じなとこじゃない、光チェックポイント、もう27分か。ちょっとここで一回切ろうか。とりあえず、ボス的なの倒したし。ということで、今回はここまでとなります。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。